声優、牧島直樹さん死去61歳、勇者シリーズ、など出演。声優の牧島直樹さんが昨年9月に亡くなっていたことが3日、分かった。61歳だった。所属事務所、オフィスカオルが文書で発表した。同社は3日に公式サイトで、牧島直樹が永眠いたしました、とした文書を発表した。弊社所属俳優牧島直樹が昨年令和5年9月29日61歳をもって永眠いたしましたと報告し、諸事情によりご通知が今になりましたこと、何卒ご了承くださいと綴った。牧島さんは、勇者特急マイトガイン、1993、などの、勇者、シリーズなどに出演した。以下、報告全文、訃報弊社所属俳優牧島直樹義が昨年令和5年9月29日61歳をもって永眠いたしました。ここに生前中のご厚誼を深謝し、謹んでご報告申し上げます。諸事情によりご通知が今になりましたこと、何卒ご了承ください。